皆さんこんばんは、こんばんは。今夜もわたぷらナイト始まります。はい、本日も私プラスインスタグラム、ツイッターのカメラ3台で配信していきます。はい、感染対策バッチリで、はい、本日も配信していきますね。はい。ではカメラは大丈夫そうですかね。カメラ大丈夫そうですかね。はい。あ、ふなっしーさんこんばんは。こんばんは、ふなっしーさん、ありがとうございます。インスタグラムの方もたくさん、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あ、サリーさんもこんばんは。ではでは、はい、早速、はい、まずはお得なご案内からしていきたいと思います。はい、お願いします、はい、現在なんと、はい、私プラスと LINE のアカウントを連携していただき、2万2000円以上お買い物していただくとホリデーまでワクワク楽しめるアドベントカレンダーをプレゼントしています。こちらです。こちらです。こちらなくなり次第終了なので、ぜひ皆様エントリーしてください。はい、ちょっと中見てみちゃいます。ちょっと開けてみましょうか。はい、はい、こんな感じで、はい、一日1枚めくるとなんかこうワクワクするようなプレゼントが見れるような、はい、アドベントカレンダーになっております。はい。ぜひね、こちらもエントリーしてみてください。はい、さらに現在資生堂ビューティージャーニーのアカウント開設キャンペーンを行っております。こちらです。はい、インスタグラム、ツイッターのアカウントをフォローといいねしていただくと、抽選で計40名様にパーソナルカラー別のホリデーコスメセットをプレゼントしています。詳しくはこちらの SNS アカウントをチェックしてください。はい、このねセットがプレゼントになるので、はい、こちらもとってもお得ですよね。かなりお得なキャンペーンになっておりますので、はい、ぜひアカウントチェックしてみてください。はい、はい、それでは早速始めていきましょうか。まいまい、はい、はい、では皆さん改めましてこんばんは。こんばんは。資生堂ビューティーコンサルタントのまいまいとちろです。よろしくお願いします。後ほどお得なクーポンのご案内もありますので、最後までご視聴ください。はい、皆様からの質問や、質問もお気軽にお待ちしておりますので、ぜひコメントやいいねたくさんお待ちしております。はい、本日のテーマはズバリこちらです。現役美容部員が本気推し、ヘビロテ商品大集合です。こちらですね。こちらです。はい。はい、実際に私たちがないと困るという推しアイテムをご案内していきます。はい。あ、まいさん、はい、資生堂ジャパン株式会社の BC さん、皆様こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい。で、本日は2部構成になっております。はい、第1部では推しファンデーション、第2部ではヘビロテ美容液をご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい。では早速、私たち現役美容部員の推しファンデーションをご紹介していきます。はい、ちなみにちろさん、はい、ファンデーションっていろんなタイプがありますけど、はい、ちろさんはどのタイプを使ってますか？はい、私はですね、はい、はい、じゃじゃん、こちらの、大丈夫ですかね、はい、この時期から特に肌の乾燥気になるので、みずみずしいリキッドタイプ大好きで使っています。はい、皆さんもコメントでね、気になる、どっちのファンデーション使ってるか教えてください。はい、はい、まいまいはちなみにどうですか？はい、私はもうテカりやすいので、サラサラに仕上がるこちらのパウダーファンデーションがマストアイテムです。はい、マイキーさん、うちは可愛い、オタク心くすぐられます。ありがとうございます。コメントでブルベとイエベでメイク変えてますかと来てるんですけど、今日は推しコスメに合わせたイメージでメイクしてます。はい、変えてます。はい。ではね、感想が気になるチロさんの推しファンデーション、はい、ぜひ教えてください。はい。はい、私の推しファンデーションはこちらですね。はい、HAKU薬用美白美容液ファンデ。税込5280円になります。はい、こちらのファンデーション、中に美容液成分がたっぷり配合されて、つけていることでシミ、そばかすを防ぎながら明るく透明感のある肌に仕上げてくれるファンデーションですよね。そうなんです、私本当にHAKUシリーズが大好きで、もう発売してから手放せなくなっております、こちらのファンデーション。はい、もうそういう方多いですよね。ね、あ、サリーさん、私も買いました。あ、ありがとうございますね。はい、どんな方におすすめですか？はい、こちらのファンデーション、シミが気になる方、透明感を出したい方にぜひ使っていただきたいファンデーションになります。で、こちらのファンデーションの推しポイント、フリップにしてお伝えしていきますね。はい、こちら、はい、下地いらずで簡単に仕上がる、色ムラがカバーできる、滑らかでさらっと広がる感触が私の推しポイントになってまいります。実際に今から顔につけて皆さんに良さを伝えていきたいと思います。皆さん、まいまいがこの後コメントどんどん拾ってくれるので、はい、質問やすでにお使いの方は好きなところをコメント欄でどんどん、入れていただけたら嬉しいです。はい、では私は一旦はけますね。はい、はい、ではマウスシールド失礼いたします。ではもう早速つけていきたいと思います。本日はスキンケアですでに肌を整えている状態になります。皆様にこちらのファンデーションの良さを、見ていただきたいので、分かりやすいようにまずこちらの左方につけていきたいと思います。こちらのファンデーションは下地なしでも使えるタイプのファンデーションなんですよね。そうなんですよ。なので朝なんかもスキンケアでこう肌を整えた後すぐに使えるところもいいですよね。はい、でこちらですね、お顔全顔で指先パール粒1個分が目安になります。でこちらを顔の5箇所、両頬、額、鼻、顎の5箇所に分けて置いていきます。こちらマイキーさんから「すっぴんなんですか、綺麗すぎます」って来てます。ありがとうございます。嬉しいですはい、ではまずは左頬につけていきますね。こんな感じで結構少量でもすごい伸びがいいんですよ。なので結構気になるところも結構しっかりカバーできます。でスルスル伸びます。インスタグラムの方でも「えっファンデなしだったんですか?」って言ってますよ。はい、肌がとっても綺麗ということですよね。はい、頑張ってこの後紹介する推し美容液で毎日お手入れしてますはい、で今ちょうどここの左頬ですね、つけ終わりました。こっちがつけた状態でこっちが素顔なんですけれども、違いお分かりいただけますかね。ではもう片方も仕上げていきますね。コメントで各クッション気になりますという声があるんですが、こちらリキッドよりみずみずしい使用感でツヤのある仕上がりですよね。そうですね、結構ツヤ感も出てきますね。あとプラスクッションファンデーションよりもちょっとカバー力が高いかなと思いますね。なので結構濃いシミが気になる方とかおすすめです。こちら、インスタグラムで「シロさんは何色を使われてますか?」と来てます。はい、私は今、オークルの20番ですね、使っております。あと、インスタグラムの方で、こちらのファンデカラーは1色ですかというご質問なんですが、はい、こちらは、4色展開になっております。はい、4色展開ですね。4色展開です。はい、で私は特にちょっとこちら両方ともつけたんですけれども、これだけでも十分綺麗なんですけども、特に目元のくすみですね、気になるので、さらにファンデーションを少量のせてカバーしていきたいと思います。でこちらの資生堂メイキャップ筒筆でコンシーラーブラシを使用してトントンとなじませてカバーしていきます。はい、こちらのブラシ、税込2750円です。目元や狙ったところにフィットして肌悩みを自然にカバーします。一体感のある上質な肌に仕上げます。皆さんいかがですかね。こっちがカバーした部分で、こっちがさっき指でつけただけのものになります。はい、結構簡単なテクニックでカバーできるので、かなりおすすめです。コメントで、はい、手で塗るのと小さなクッションで塗るのとどちらが綺麗に塗れますかと来てます。はい、指でつけた方がカバー力がしっかり出てくるので、何ですかね、こう大きいシミとか気になる方は指での使用がおすすめになります。で、私骨格的に目元の下がちょっと暗さが出やすいので、このコンシーラーブラシを使ったテクニックは外せないです。もう全然違いますね、はい、ありがとうございます。マイキーさんからもすごい自然に綺麗って言ってます、はい、ありがとうございますマイキーさん。そしてメイクの仕上げにですね、水分補給していきたいと思います。潤い補給ですね。こちらアベンヌウォーター税込770円吹きかけていきます。こちら結構ご存知の方多い商品じゃないかと思うんですが、はい、では早速振りかけていきたいと思います。で、こちらどうしてもこうちょっと振ってから使いたくなるんですけど、振らずにご使用ください。はい、こちら南フランスの肌にいい水と知られているアベンヌ温泉水を源泉から直接ボトリングしたスプレータイプの化粧水です。もうこれから乾燥の季節なので、皆さんバッグに1本潤い補給としてこうちょっとしまっていただけたらおすすめです。はい、でアベンヌウォーターといえば9月21日に大人気のオールインワンのミルキージェルがリニューアルしているのは皆様ご存知でしょうか。こちらリニューアル前も店頭で大人気でしたよね、はい、そうなんですよ、はい、長時間潤いが続く高保湿ワンステップケアに進化したんですよね。そうなんです。敏感肌の方にはもちろん、私みたいな乾燥肌の方にもおすすめです。長時間潤いが持続します。あとは結構忙しい方の時短アイテムとしてもおすすめになっています。こちら感触テクスチャー、今手の甲で見ていただけたらと思います。ちょっと出していきますね。はい、こちらですね、こういうジェル状になってまして、伸ばしていただくとかなりベタつくことなく肌へとろけるようになじむようなジェルになっております。はい、現在こちらお得な限定セットも発売されておりますので、こちらぜひチェックしてみてください。先ほどご紹介したアベンヌウォーターがおまけでついてまいりますので、かなり大変お得なセットになっております。左上の商品画像をタップしてチェックしてみてください。時短ケアとしてぜひ取り入れてみてくださいね、はい、また先ほどでご紹介したチロさんの推しファンデーションは、はい、左上の商品画像をタップして詳細をご確認ください。はい、インスタグラムのコメントで、はい、コンシーラーブラシはおいくらですかと来てるんですが、こちら税込2750円です。はい。あとパンではマスクにつきづらいですか、はい、と来てますよ。はい。ですね、マスクつける場合はファンデーションつけた上からおしろいですとかパウダーですねつけていただくとマスクに付着しにくいので、ぜひその方法でつけてみてください。では次はまいまいの推しファンデーションの紹介になります。私一旦はけるので引き続きコメントを拾っていきますね。まいまいお願いします。はーい、ではでは交代して私の推しファンデーションをご紹介したいと思います。私は秋冬でももうテカリが気になるので、さらっと仕上がるパウダーファンデーションが大好きなんですよ。たくさんねパウダーファンデーションがある中でも特に好きなファンデーションがこちらです。マキアージュドラマティックパウダリー EX 税込3300円です。こちらムース生まれのパウダリーで、ふんわり仕上がりながら自然なツヤまで実現できるんですよ。特に私の推しポイントはこちらです、はい、肌に溶け込む自然な仕上がり、化毛穴をカバーして透明感アップ、素肌っぽい仕上がりなのに悩みをカバーしてくれるところがとっても気に入ってます。はい、マイキーさん、マイマイさんすっぴんですかって、ね、ありがとうございます。また化粧下地までつけております、私は。はい、では今から私もチロさんのようにファンデーションの良さを皆様に伝えていこうかと思いますので、ぜひつけていきたいと思います。で、先ほども素肌ですかというお声があったんですが、今こちらをつけております。今日はマキアージュドラマティックスキンセンサーベース EXUV プラストーンアップタイプをつけてきました。こちら大好きなんですよ。ではファンデーションをつけていきたいと思います。では専用のスポンジがあるので、こちらをこれぐらいですね、2分の1程度つけていきます。で、はい、マキアージュのねファンデーションムース生まれなので、本当に自然に綺麗に仕上がりますよね。はい、仕上がりますよね。でマキアージュのファンデーションはもう本当にね自然なので、ちょっとつけていきたいと思います。こんな感じでスースーっとね軽く滑らせて、軽くねこんな感じで、今下地を塗ってるだけのものと、こちらがファンデーションをつけた方ですね。伝わりますか？はい、うん、ね、すごい綺麗にね仕上がって、はい、これ持ってますよとか、同じ下地使ってます嬉しい。一緒ですね。ありがとうございます。もうスポンジでつけるだけのベーシックな使い方も綺麗に仕上がりますが、私は特にこの頬の毛穴の姫立ちが気になっているので、そんな時にはこちら資生堂メイキャップハス筆ファンデーションブラシを使ってファンデーションをつけています。こちらこんな感じでフラットな面が肌にピタッとフィットしてファンデーションをムラなく仕上げてくれるんですよ。ではつけていきたいと思います。ブラシで、はい、このようにスースーとファンデーションを取っていただいて、気になるところにトントンとつけていきます。トントン塗りでしていただいて、はい、スースースーと伸ばしていきます。スーッとなじませることでムラなく綺麗に仕上げることができます、はい、こんな感じで、はい、簡単に仕上がりました。また、はい、今回はパウダーファンデーションで実演していますが、うん、リキッド、クリーム、クッションなどあらゆるタイプのファンデーションに使用できるんですよね。はい、そうなんですよ。と言ってる間にもう簡単に仕上がるんですけども、やっぱりスポンジで自然に仕上げたいという方はこちらのスポンジで仕上げていただいて、こちらブラシで、毛穴の目立ちが気になる方はぜひこちらのハス筆も使ってみてください。はい、コメントでも、うんサリーさんブラシでつけてもいいんですね、試してみますですとか、まるこさん私もブラシ愛用者です、これいいですよって、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひブラシ使いもおすすめですよ。はい、ではここでライブを見ていただいている方限定でお得な公式オンラインショップ私プラスでご利用いただけるクーポンをご案内していきます。こちらです。クーポンこちらで税込3300円以上ご購入で500円オフとなるクーポンとなっております。ぜひスクリーンショットで残しておいてください。はい、では下げます。はい、ではフェイスシールドをはめます。はい、はい、マイマイすごい綺麗にファンデーション仕上がってますね。チロさんもすごい透明感が上がった感じがしますね。ありがとうございます。はい、こちら今ライブをご覧いただく中で、自分の肌に合ったファンデーションの色が知りたいといった方は、ナイトカウンセリングがおすすめになります。はい、今回はこちらの2人が担当してくれます。おはるとえりかちゃんお願いします。はい、こんばんは。今日は私たちが担当させていただきます。ご利用方法になります。こちらですね、ワタプラナイトとホームページで検索をしていただくとこのページが出てきます。で開いていただいて下にスクロールをしていくとこのバナーが画面が表示されるのでこちらをタップしてください。時間は20時30分から21時30分までの1時間となっていますのでぜひお気軽に受けてみてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、お邪魔しました。はい、ありがとうございました。とってもね素敵な2人が担当してくれますので、ぜひお時間ある方受けてみてください。はい。あ、コメントもたくさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。まいまいさん、本日お綺麗です。アイメイクはインスタに投稿されますか？ありがとうございます。投稿できるように頑張りますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、続いて私たちの推し美容液をご紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃん。はい。資生堂はたくさんの美容液があるんですけれども、こちらは私たちのお手入れには絶対に欠かせないので。これから皆さんにこちらの推し美容液をご紹介させてください。はい、こちらぜひ紹介させていただきたいんですが、私はねまた一旦はけるんですが、ファンデーションの色もオンラインで選んでもらえますか、というコメントが来てるんですが、はい、もちろんです。もちろんです。ぜひこちらもねご相談させていただければと思うので受けてみてください。はい、この後8時半から1時間なので、はい、ぜひご相談してみてください。はい。では私はまた一旦はけるので、つよさん推し美容液、はい、ぜひ教えてください。はい、じゃあではまず私からご紹介させていただきますね。私の推し美容液はこちらです。はい、HAKUメラノフォーカス Z です。税込1万1000円になります。シミができる肌特有のダメージ状態を徹底的に研究した先端のシミ予防研究から生まれた薬用美白美容液になります。私、はい、すいません、コメントで白愛用してますとか両方使ってますっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。あ、はい、推しっぽいとか、あーたま様、なるこさん、ハートのうちはありがとうございます。そうなんです、頑張って作りました。私以外にも愛用している美容部位もすごく多くて、お客様でもリピーターが多い大変人気の美白美容液になります。はい。千葉さん、はい、今年リニューアルしてさらに進化したんですよね。そうなんですよ。おっとまたいいですか？アピールして。お願いします。はい。HAKUってもう本当にすごいんですね。こちら見てください。美白美容液市場売り上げナンバーワン、16年連続なんです。すごくないですか？16年連続です。本当にすごいですね。チロさんの推しポイントは何ですか？はい、推しポイント、もう今日は推しが止まりません。いきますね。はい、こちらまずHAKU美白美容液の推しポイント、1つ目が本格シミ予防ケア、2つ目が2種類の美白有効成分が配合されている、3つ目がベタつかないクリーム状のテクスチャーになります。はい、あ、吉さん16年連続って来てるんですけど、そうなんです、16年連続すごいですよね。まいさん、以前HAKUの美容液愛用してました、ありがとうございます。私が代わりに良さを伝えていきたいと思います。じゃあ今からこちらテクスチャーお見せしていきますね。はい、こんなクリーム状のテクスチャーになります。でこちらすごいのが、こうやって手逆にしても落ちないんですよ。こんな感じで。はい、チロさん、はい、すごいコメント来てます、はい、HAKUはもう何本使ったかな、使ってたらシミより小鼻の赤みが消えましたって来てます、はいはい、嬉しい。小鼻の赤みが消えるってすごいですね。すごいですね、生のお声ですね。チロさん、もっとすごいコメントも来てました。はい、はい、来てますか？HAKUのおかげで、シミレーザー治療の後の再発がありません。HAKUのおかげだと思っています。と来てます。すごい。すごいですね。そうなんですよ。もう生の声がね、やっぱり皆さん一番響くと思うので、こちらの、今すいません、ずっと私逆にしてるぐらい、とにかくその気になる部位に密着してくるので、効き目がすごいんですね。はい。でこちらなんですけど、クリーム状のテクスチャーなんですけれども、こうすごく伸びがいいんですね。こんな感じで、で滑らかに伸びてクリームなんですけど全然ベタつかない、でもすごくしっとりしてる、この感触がもう私本当に大好きです。でこちら朝晩使用できる、アイテムになるんですけれども、私は朝のお手入れで使用するとファンデーションのりがすごく良くなるところも大好きなポイントです。コメントで T プロの美白ラインを使ってますが、併用しても大丈夫ですかと来てますが、大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。また成分がねそれぞれ美白違うので併用も大丈夫です。はい、気になる方はナイトカウンセリングも受けていただきたいですね。はい、では、シミ予防ケアはもう早くから取り入れていただいて、本格的にケアしていただくのがおすすめなので、ぜひ参考にしてみていただけたらと思います。はい、そして現在HAKUではお得なちょっとキャンペーンもしております。こちらです、お得な継続実感プログラム2021も実施中です。HAKU美白美容液本体またはレフィルのバーコードを2枚集めて応募するとHAKU20g 特製サイズをプレゼント中です。詳しくはホームページをチェックしてみてください。はい、コメントで、こちら美白美容液は顔全体1回押しですかと来てます。2回押しです。2回押しですね。はい、2回押しでしっかり効き目が出てきます。で5点に置いてお顔全体にまだ気にならないところも含めても全部につけていただくと予防もできます。はい、でこちら今のキャンペーンなんですけど、チロさんが持っていただいているこちらの特製サイズが約1ヶ月分の量になっております。お得ですよね。お得ですよね。はい、こちら期間が2021年12月31日までとなっておりますので、このお得なキャンペーンをぜひご利用ください。そしてぜひチロさんの推し美容液私プラスからご覧いただいている方は、左上の商品画像をタップしていただくと詳細が確認できますので、ぜひチェックしてみてください。はい、サリーさん回答ありがとうございます。2回ですね。はい、2回プッシュ分使ってください。まいさんもHAKU美白美容液1本高いですが、また使ってみたいな。ぜひ使ってください。今のキャンペーン中とってもお得なので使ってください。チロさんも熱弁ありがとうございました。HAKUの良さ伝わりましたかね。ぜひたくさんの方に使っていただきたいので、ぜひ使ってみてください。ではお待たせしました。まいまいの推し美容液お願いいたします。私一旦はけるので、どしどしコメント拾っていくのでお待ちしております。はい。ではではまた交代します。では私の推し美容液はこちらです。資生堂アルティミューンパワーライジングコンセントレート3です。こちらご存知の方多いんじゃないですか？ぜひコメントで教えてください。こちらの美容液は美しさを守り続ける美容液なので、もう内側から弾むようなハリ肌へ導いてくれる美容液なんですよ。資生堂の美容液といったらアルティミューンですよね。はい、ふなっしーさん、アルティミューン来た。はい、アルティミューンの魅力を伝えていきます。ありがとうございます。キッチさん、いい香りですよねと来てますが、もう香りも大好きです、私も。この美容液、雑誌や SNS でかなり取り上げていただいていて、お客様からも大人気ですよね。そうなんですよ。実はアルティミューンは今年の7月のリニューアル発売で3代目なんですよ。資生堂のねブランドを象徴するアイテムとして2014年に初代が発売されたんです。88の国と地域で発売されていて、世界中の支持を集めているグローバルアイテムなんですよ。浪江さん、先日初めて購入しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとあやさん、アルティミューンとバイタルパーフェクションの併用で顔のトーンがすごく上がりましたっていう声もいただいてます。嬉しいお声がありがとうございます。はい、サリーさん、肌が滑らかになった感じがしますと来てますね。ありがとうございます。わかります。そしたらぜひマイマイの推しポイント、アルティミューンの教えてください。もちろんです。私の推しポイントはこちらです。しっとりもちもちする使用感触と優しいグリーンフローラルの香り、肌に自信が持てるところが私の推しポイントです。では実際にテクスチャーをお見せしたいと思います。ではでは出していきますね。こんな感じで見えますかね。さーっとサラサラなんですが伸ばすとこんな感じでとってもみずみずしいんですよ。でなじませるとこうもちもちなんです。伝わりますか？はい。あ、今コメントで、はい、まいさん資生堂アルティミューンしっとりもちもちするんですね。そうなんですよ、はい、しっとりもちもちするんです。そうなんですよ。ちょっと自分の名前言われたかと思って同じ名前で嬉しいですあと吉さん、まいまい肌になれるんですねできてます。はい、こんな感じになれるかもしれません実は私試しにアルティミューンの使用をお休みしていた時期があるんですけど、やっぱりなんとなくお肌に自信が持てなくなっちゃいました。その時改めてアルティミューンの良さを実感して、もうストックが欠かせなくなりました。はいね、コメントでもやっぱりまいさん間違えました、すいません。やっぱり気持ちがサリーさんですね、はい、愛用してますが気持ちアゲアゲになりますって、やっぱり自信がね、はい、持てますね。わかります。あと質問で、はい、これインスタの方ですね、これはサイズは一つですかって来てるんですけど、まいまいいいご質問でした。今私が持っているサイズが 50mm の約2ヶ月サイズになっております。それと一緒に通常サイズではこちらの 30mm もございます。こちらが約1ヶ月分のサイズで 30mm と 50mm がよいしょ通常版でございます。はい、2サイズですね、はい、30mm と 50mm が通常で販売されておりますので、はい、ちなみに 50mm は詰め替えもございます。はい、はい、ね、アルティミューンね、本当私たち美容部員の中でもお守り美容液と言ってる方が多いほど、もう欠かせないアイテムですよね、うん、本当にそうなんですよ。もう朝つけると今日も一日頑張ろうと思えたり、夜つけるとぐっすり眠れるような気がして、お手入れの毎日が楽しみになっています。この時期乾燥が気になる方にはもちろんおすすめなんですけど、今お使いのスキンケアアイテムと一緒にお使いいただくことで、より肌の美しさの高まりを感じていただけます。ああ、もうなるこさんいい香りですよねとか、まいさんアロマの香りがするのかなと来てますが、グリーンフローラル系のそうなんかアロマのようなすごいいい香りなんですよ。そしてなんと現在11月1日に発売した数量限定のこちらホリデーのスペシャルなデザインボトルも発売されています。ちょっと開けてみますね。ちょっと箱もね素敵なんですけど、中身も素敵なんですよ。じゃじゃじゃん。どうですか？素敵ですよね。こちら 75mm の約3ヶ月サイズで税込 17,600 円となっております。はい。はい。今インスタグラムからの質問で、HAKUと一緒に使えますかっていうコメント来てるんですけれども、はい、そういうご質問多いんですが、はい、もちろん一緒に使っていただけます。その一緒に使う場合はアルティミューンを先に使っていただいてから、HAKUの美容液を使ってください。あ、キチさんこれ気になってました、見た目も可愛いときてます。可愛いですよね。もう毎日すごい使うのがワクワクする感じのデザインですよね。ぜひアルティミューンパワーライジンコンセントレート3使っていただきたいです。はい、で先ほどインスタグラムの方でかおりさんハンドクリームも大好きですって、アルティミューンのハンドクリーム大好きですっていうコメントも来てたんですけど、はい、ね、ハンドクリームもね出てるんですよね、はい、そうなんです。実はじゃん、こちら資生堂アルティミューンパワーライジングハンドクリーム税込み 2200円も発売してます。手のかさつきが気になるこの時期、ぜひ使っていただきたいアイテムになります。こちらも美容部員の間でも人気のアイテムなんですよ。また先ほど千代さんがファンデーションをつけた後に使用したアベンヌシリーズからもハンドクリームが出ています。こちらです。こちら税込1650円です。無香料となっております。香りがついているものがいいという方はこちらの、アルティオがお好きな方はこちらのアベンヌのハンドクリームをお選びください。はい。はい。今質問で、はい、もう一度美白美乳さん美白美容液との併用する場合の順番はどうですかってきてるんですけども、はい、先ほどもね、お伝えした順番になります、ね、1番目にアルティミューンを使ってください。その後にHAKUのこちらのメラノフォーカス Z を使ってください。両方とも2プッシュです。2プッシュで1回分で朝晩お使いいただけます。はいはい、あーたまさん、アベンヌハンドは何本リピートしたか分かりません。マイキーさん、ハンドクリームプレゼントで渡すと喜ばれます。ありがとうございます。去年から発売したんですが、去年もハンドクリームのプレゼントすっごい多かったです。店頭でもぜひプレゼントにも嬉しいですし、ご自身のご褒美としても使っていただきたいです。気になる方は私プラスから左上の商品画像をタップすると詳細が見れますので、ぜひ確認してみてください。あとインスタグラムの方でアルティミューンとホワイトルーセントの美容液併用する場合の順番はってきてるんですけれども、はい、こちらも先ほどのお伝えと一緒ですね、はい、先にアルティミューンを使ってからです。大丈夫ですか、はい、アルティミューンを使ってから、ホワイトルーセントの、はい、ホワイトルーセントの美容液が後になります。はい、でこれで私たちの推しアイテム熱弁しました。どうですか、伝わりましたかね。はい、もう伝わってたら嬉しいですね。はい、コメントもねたくさんいただけて嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ここで突然ですが、はい、皆さんに今熱弁した推しアイテム、推し美容液をどっちが使ってみたいか投票していただこうかなと思います。私の推し美容液HAKUを使ってみたいと思った方はコメントでこちら白のハートお願いいたします。押してください。はい、はい、逆に私の推し美容液のアルティミューンを使ってみたいと思った方は赤のこちら赤のハートを押してください。お願いします。お願いいたします。はい、あーたまさん白いハートなおさんの白いハートでありがとうございます。あ、フラッシーさん赤はフラッシーさん赤、はい。で今これ投票ちょっとしていただいている間に、皆さんお待ちかねのライブ配信を見ている方限定で、公式オンラインショップ私プラスで使える、クーポンのご案内になります。はい、こちらですね、税込3300円以上ご購入で500円オフとなるクーポンになっております。ぜひスクリーンショットで残しておいてください。こちら本日クーポンコードは最後のご案内になりますので、ぜひ皆様スクショの方お願いいたします。はい、どうですか。結構赤も多そうですよ。赤も多いですかね。あ、確かに。ありがとうございますね。どっちもねやっぱいいんですよね。でここでね、ハートの投票を終わりにしたいと思います。たくさんハートありがとうございます。すごいまだたくさん押していただいて嬉しいです。はい、ありがとうございます。本日見ていただいた方の投票結果は結構ね僅差だったんですけど、どっちかな、どっちですかね。白の方が多かったみたいです。白の美容液が多かったみたいですね。ありがとうございます。嬉しいですね。あーたまさんも選べないそうなんです。選べないんですけど、今日はちょっと白ということではい、美白のお手入れしたい方がちょっと多かったみたいですね。はい、秋冬は年間通じてこう紫外線量も低くなる時期なので、未来の美肌貯金にHAKUおすすめです。はい。もちろん赤のハートのアルティミューンもこの時期に取り入れていただきたい領域なので、赤いハートを押してくださった皆さん、ぜひお揃い推しコスメで一緒にお手入れ頑張りましょう。たくさんのハートありがとうございました。ありがとうございました。とっても嬉しかったです。はい、本日は現役美容部員が本気推しヘビロテ商品大集合というテーマで、実際に私たちがないと困るという推しアイテムをご案内していきました。ここで私たちの推しアイテムのおさらいを簡単にしていきましょう。はい、では私から失礼いたします。はい、私の推しアイテムはファンデーションはHAKU薬用美白美容液ファンデ、推し美容液はHAKUメラノフォーカス Z でした。はい、私の推しアイテムはマキアージュドラマティックパウダリー EX とアルティミューンパワーライジングコンセントレート3でした。推しアイテムの熱い思いは皆さん伝わりましたか？伝わっていると嬉しいです。前半で推しファンデーションでポイントの付け方もご紹介しているので、最初の方見逃してしまった方は私プラスはアーカイブ、インスタグラムは IGTV で見てくださいね。はい、そして私たち25名のインスタグラム、ツイッターのアカウントでは推しコスメやメイク情報なども載せております。ぜひいいねやフォローしていただけるととっても嬉しいです。ぜひチェックしてみてください。では、はい、あ、吉さん伝わりました。太郎さん伝わりました。ありがとうございました。で、あ、よかったです。推しが伝わって。嬉しいです。コメントすごいですよ。美容液両方買いますってたくさん来ていたみたいです。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです。では次回の告知、まいまいお願いいたします。はい、では次回はこちら。11月22日月曜日20時から2021年下半期のベストコスメ受賞商品をご紹介というテーマで配信していきます。来週は月曜日なので皆さんお間違いのないようご覧ください。はい、本日は私たちの推しコスメだったんですが、次回は美的、ボーチェ、マキアの美容系雑誌3誌発表の受賞商品をご案内していきます。美容雑誌のベスコス特集、毎回人気ですよね。楽しみですね。楽しみです。何が入ってるんですかね。はい。ぜひ皆様も楽しみにしていただければと思います。はい。あ、マイキーさんベスコス気になります。あ、はい。吉さんこれも見逃せないです。はい。月曜日なので間違えないように皆さんご覧ください。はい。それではまた次回ライブでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。来週も見てください。